ちょっと太ったかもしれない。マジですごいな、太りすぎやん。せーの、3、2、1、セクト、ヒカルです。はい、ということでですね、今日はですね、最近私一人暮らししてて、っていうのも歌の楽曲制作でおたくんが合宿に1週間ぐらい大阪で歌の作詞作曲をしてて、今お家にね私が一人で住んでる状態になるんですけど、この後おたくんが大阪から帰ってくるんですよ。1週間ぶりぐらいにおたくんに会うんですけど、そこでですね、1週間ぶりに彼女に会った時、彼女が太ってたら彼氏は気づくのかという検証をやっていきたいと思います。もう気づいた方もいると思うんですけど、今ですね、私はちょっと太っていましてですね、もう苦しいんですけど、今ここにタオルをね、バスタオルを2枚ちょうど詰めてるんですよ。ここにこれとこれ詰めてて、で、まあ、お腹だけなんですけど、今はこういう感じになってて、まあ今ちょっと雑なんでちょっとボコボコしてるんですけど、こういう感じでホタ君に1週間ぶりに会ったら、あれ太ったで一発目でなるのか、気づくのか気づかないのかですね、まずは。まあでも人によるじゃないですか。そのちょっとぽっちゃりの方が好きっていう人も多いし、まあでもオタくんはその中でも細い方が好きっていうタイプの人間なんですよ。なんで、まあ、今回は気づいてほしいなと思うんですけど、一回ちょっと今詰めて思ったのは難しい、これなんかそのナチュラルにするのが。で今2枚バスタオル詰めてるんですけど、ちょっとこれやりすぎかなと思って、すごいなんかその妊婦っぽい、この1枚バスタオル1枚抜いて1枚だけで一回ちょっとやってみようかなと。これもちょっと馴染ませて1枚でやってみて、気づかなかったらつけたしみたいな感じで後からこれをね入れていこうかなと思います。この上の服はちょっとボワってなってるからちょっと見えるかなという感じです。でズボンも最初は入れずに行って、気づかなかったらここにタオルをね入れてちょっとブクブクやっていこうかなと思います。ということでやっていこうと思います。せーの、やってみよう。はい、ということでこちらになりました。結構ね、カメラでは伝わりにくいけど、結構ね太って見える、ぽっちゃりって感じやな。まあちょっとやりすぎたらちょっとすぐバレるから、ちょっとリアルめな感じでこんぐらいでいきました。ということで今オタくんがインターホン鳴らしたので、あともう何秒後かに上がってくるのでちょっとスタンバイしたいと思います。おかえり、久しぶり、久しぶりです。疲れた。生きてた、久しぶりやなって言ったり、今喜んでる。フルチェイ、フルチェイ、へい疲れた、疲れるわそりゃ、久しぶりやな、マジで。ご飯食べた？ご飯食べた。うん。お疲れ様です、高さん。ありがとう。じゃあ編集で。早いな。早いな、休ませてくれ。仕事が溜まっておりますが、どうされますか？寒い。てか寒いな。家の中寒い。全然寒くない。暖房入ってる。入ってる？うん。めっちゃ厚着してるの。え、そうか、普通そんな着てない、いつもと一緒。嘘つけ、ま、すごい着てるよ。え、そうな、シャンピン、シャンいつもと同じ量しか着てないやん。痩せた、おたくん。え、痩せたの、たぶん俺が、うん、めっちゃ食べたけどね、いろいろ。ヒカルの方が食べたで。大阪、どうやった一人。一人、楽しかったで。楽しかったんかい。あー、疲れた。めっちゃ喉痛いねんな。なんで？お前歌いすぎたんかな。まだくん絶対痩せたっけ。痩せてないでしょ。痩せたと思う。これは絶対暑ない、こんな着てたら。うん、めっちゃ暑ぎやな。そう、肉つままんといて。肉ではないだろ。肉やで、これ肉じゃないよ、うん、やばいって、デブみたいになってる。ファム舐めないで、そこは。
ちょっと携帯眠たい。なんでちょっとな、ちょっとな、わかったな、ちょっとな、ちょっとな、飲まないの、ピノ。何？誰か隠してるんだ。え、今日ご飯何食べる？え？今日ご飯何食べる？ご飯何を？ピザかハンバーガーかポテトか。ニューヨークかここ。パンケーキか。ニューヨークに見えてきた。まあオタ君いないけどずっとそんなのバカだったからな。どういう状況？何してんの？何が？いや、どうなったらそうなる？重たからやばいね。いや、何があってこれ？どういうこと？さ、太ったかもしれない。太ったかもしれない。ちょっと衝撃フィルムやで。ちょっと立ってみて。なんで？立てへんと。おい。いや、さっきに太りすぎやろ。太った。何食べたらそんな太るの？逆に。ピザとポテト、ハンバーグ。今食ってきたの。うん。いや、でかっ。やっぱ立ち方もこうなるよね。こうまで。ヒカルでも太ったらそんな感じになるの、うん、で身長あるからマジで巨大な人みたいになってる。嘘。マジでデブやん。ダイエットしなんかましたか。いや、なんなんこれマジで。お腹の肉触らんといて。いや、どういう遊びしてんの一人が。マジですごいな。お腹痛い。太りすぎやろ。いや、太りすぎっていうか入れすぎやろ。さっき気づかなかった。太ってたやん、帰ってきた時から。今がえぐい。何してんの？どういう系これ？に突っ込めばいいの俺これ。ん？ YouTube 系？太ってる。いや、太ってるよ。いや、太ってる。太ってるけど、うん、偽物や。疲れてるやん。重くてマジで太った、どうしよう。いや、もうそれはいいから。これすごない？めっちゃリアルやんな。でも痩せてほしい。うん、やっぱ痩せた方がいい。今の光は？今の光はちょっと怖いな。貫禄がすごい。ああ、でもいいことじゃん。いや、いいことっていうか、なんなのこれ。早くしてくれない？痩せてほしい。寝るざいよ。タオル逃げてる。はい、ということで最初も実は太ってたんやで。最初は太っ、ちょっとだから太ってたけど、でも着てたよ、普通に。いや、違う。最初も太ってた。イエスさん。うん。うそやん。だから、あちら、カメラでございます。おぉおぉじゃないし。マジでこれ、どうしたらよかったの俺、これは。最初の段階で、ちょっと気づくかなと思ってたの。だけど、気づかなかったから、ここまで太らせたの、光を。あ、そういうこと？うん。え、でも、なんか太いなって思ったよ。思った何も言えなかった。太ってなって思ったけど。いや、違う、普通に太ってるなっていうよりは、うん、なんか着込んでんなって感じ。まさか光が太ってるとはって感じ。いや、それはそうやろ。あー、なるほどね。でも、マジでイメージ変わる。そうやってやるだけで。そう、マジで本当にしんどいよ、これ。しんどい。めっちゃしんどい。なんか動きがもうドスッドスってなる。やば。はい、ということで。すごいな、マジですごいわ。太って見えるね。めっちゃ見える。ちょっとリアルさえぐいな。体調悪くなってくるかも。そうなん。重たい、体がすごい重たい、動きづらい。マジですごいわ。でも本当に印象変わるわ。でも光将来になりそう、こんぐらい。嫌なんだけど。それは嫌だ。今の食生活続けたらこうなるって言われた。それな、光の太ってるの嫌だね、やっぱ。似合わないね、あんまり。似合わん。おたくん、あんまりでも最初は気づかんかったね。え、絶対気づかんかった。ギューした時に絶対気づくと思った、こうやって。いや、これなら気づくよ。気づくっていうか、何してんのってなる。え、でも本当に太って
る可能性もあるじゃん、1週間で。ああ、いやでもそんな変わるかっていうね。はい、ということで、まあ、おとくん1週間ぶりに再会ということでプチドッキリを仕掛けました。ちょっと寝てたんで動画のテンションじゃないんですよねまあ皆さんもね、体調には気をつけて、ぜひ激太りしないように、コロナなんですけど気をつけてください。まあでも40歳50歳ぐらいになったらね、こんぐらいになってる可能性はあるけど。それはやだよずっとスリムでいてくださいはい、ということで、はい、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんもぜひこれやったら楽しいのでやってみてください。もうよくわかりませんこれポンポンできるよこれすごいな一回やってみて。あ、痛いわ。痛いんかい痛いんかいあの、赤ちゃん入ってるんで。はい、ごめんなさい絶対ダメやばいやん、俺今捕まるよはい、ということで、まあ、高評価とチャンネル登録お願いします。ぜひぜひ皆さんしてくださいということで、以上おたとひかるでした。バイバーイ。ひかるにですね、隠し撮りをしていきたいと思います。そんな寂しいんかよ